はい、ヒルビル放送局、今日のアウトプット。私、マコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストでは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指している私が、普段勉強で使っているテキストをもとに、皆さんに情報をシェアしていく、ダイエットに関しての内容をシェアしていくというものになっています。今日から新書、レッスン5。カロリーと栄養素とダイエット。うん、そう。まあ、ショーが変わるということで、ちょっとデザインもリニューアルしました。皆さんいかがでしょうか。まあね、これまでは、ちょっと、まあ、自分流で作ってたんですけども、まあ、ぶっちゃけ、テンプレートを使いました。今日ちょっとね、朝からバタバタしてて、なんか、頭を動かす気になれなかったと。そう。まあ、なんとなく、今のやつも、今回のやつちょっと私も気に入ってるので、まあいいかななんて思ってます。じゃあ、早速やっていきましょう。今日の問題は、違った。これまでの練習のおさらい、レッスンのおさらいをちょっとしていきたいんですが、第1章の日本ダイエット健康協会の設立趣旨と概要に関しては、私の動画ではやりませんでした。はい。まあ、日本ダイエット健康協会は、正しいダイエット、正しい食事療法としてのダイエットを、しっかり皆さんに伝えていくということを使命として、設立されました。はい。次に、ダイエットとはについて学びました。まあ、ダイエットは本来、体重を落とすという意味ではなく、食事療法とか食事の改善とかいう意味なんですよっていう内容ですね。で、3章では現代ダイエットの基礎知識を学び、4章では体脂肪率の基礎知識を学びました。はい。で、これから5章ですね。はい。5章ではカロリーと栄養素とダイエットを学んでいきます。はい。で、いつも通り今日の問題はこちらです。単品ダイエットを長く続ければ体調が崩れる。丸かバツか。ごめんなさい。イエスかノーか。そう。いや、丸とバツにあんまり綺麗なフォントがなかなか見つかなかったので、イエスはノーに変えました。うん。単品ダイエットを長く続ければ体調が崩れる。うん。まあ、ちょっと比較問題っぽいですよね。はい。どうでしょうかね。さあ、早速今日の大テーマはこちら。今日のテーマは3大栄養素、5大栄養素、6大栄養素。まあ、3大栄養素はね、皆さん聞き覚えると思うんですが、5大栄養素、6大栄養素って言われて、パッと頭に浮かぶ人ももしかしたら少ないのかもしれませんね。まあ、聞けば、あーっていう話ではあるんですが、さあ、実際3大栄養素から見ていきましょう。3大栄養素はですね、糖質、脂質、タンパク質の3つになります。まあ、使われ方の用途としては、糖質は体内のエネルギー源になります。そう。で、脂質は、脂質とタンパク質は脂肪をはじめとする体のね、身体の組織やホルモンなんかのね、材料になるんですね。はい。そう。まあ、糖質が体内のエネルギー源になるっていうのは、まあ、なんとなくすぐわかるんじゃないですかね。私も、ちょっと疲れた日とか、すぐ甘いものが食べたくなっちゃうじゃないですか。まあまあ、あれはまさに本当手っ取り早く栄養素が補給したいっていうことで、体がね、糖分が欲しいよっていうふうに言ってるんですね。まあまさに体内のエネルギー源としての糖質ですよね。うん。まあ、脂肪とね、タンパク質がまあこんな風に使われてるっていうのは、まあなんとなくは知ってはいたけど、改めて書いてみると、という感じですね。はい。では、5大栄養素はどうかというと、その前に、実はこの糖質、脂質、タンパク質っていうのは、単純にどれでもいいから上から並べてるわけじゃなくて、この体脂肪として体に蓄えられやすい順番をおおよそですけどね、並べてます。なので、糖質、脂質、タンパク質の順番で、体の中の余ってればね、体の体脂肪になってしまいます。そう。で、まあ、早速5大栄養素なんですが、
5大栄養素は3大栄養素のビタミンじゃなくて糖質、脂質、タンパク質にビタミンとミネラルを足したものです。はい。ビタミン、ミネラルはね、体脂肪や3大栄養素のね、代謝に必要になります。で、しかも体内で合成できないので、必ず食事から摂取する必要があります。はい。そう。まあ、他にもね、いろんな特徴があるんですが、まあ、それはまたね、別の機会にお話ししていくことになることでしょう。はい。で、6大栄養素はというと、さらに、糖質、脂質、タンパク質の3大栄養素、5大栄養素のビタミン、ミネラルにさらに足して食物繊維が入ったものです。はい。まあ、食物繊維が入ってる、まあ、食物繊維って何者かというと、まあ、排出やね、血糖値の上昇を抑制したりするものなんですが、まあ、よく聞きますよね。はい。で、消化酵素に分解されることはなく、体には吸収されないんですが、現在は、食物繊維を入れた6大栄養素っていうのが結構一般的に使われています。はい。では、その6大栄養素とダイエットがどう関係していくかについて学びましょう。はい。まあ、この6大栄養素は体に不可欠な、必ず摂取すべき栄養素であって、やっぱね、この栄養素がないと、ダイエットを加速していけないんですよね。もちろんダイエットが、これがね、全部なければ、まあ、人間の生活が成り立たないんで、ダイエットも成り立たない。で、しっかり栄養が取れてれば、この6大栄養素さえ取れてれば、まあ、ダイエットも加速させていけるという、まあ、重要な要素なんです。はい。では、まあ、今日の問題をもう一回振り返ると、今日の問題は、単品ダイエットを長く続ければ体調が崩れる、イエス or ノー。これはイエスですね。はい。まあ、長く続ければ体調が崩れるっていうことなのでイエス。はい。そう、まあ、つまりですね、単品ダイエットでは、その6大栄養素の中のどれか1つ、まあ、複数といっても、どれか1つは欠けるかもしれないということです。はい。例えば、ビタミンの中でも、ほとんど取れても何か1つ足りないとか、まあ、そういうことが起こるかもしれないということですね。だからこそ、決して単品ダイエットが、まあ、必ずしもいけないとは言い切れない部分もあると思うんです。ただ、自分の体の中でどの栄養素が足りないかっていうのは、まあね、100%それ、例えばビタミン C が絶対的に足りないとかいうことって、自分ではなかなかわかんないわけじゃないですか。そう、それだけに、なるべく多い時の栄養素を、なるべく少しずつでも、いろんな種類食べる必要があるんですね。そういう意味では、単品ダイエットはあまりお勧めできるものではありません。はい。さあ、今日の問題はここまでになりますが、明日の問題はというと、ダイエット中は野菜だけ食べていれば問題ない。Yes or No。 ああ、なるほどね。まあ、この問題の答えも今さっき言ったような気もしますけどね。そう。まあ、ぜひ明日まで皆さん考えてみてください。そんなわけで今日はここまでになります。はい。今日のアウトプット、これで終わりになりますが、まあ、今日のアウトプットはね、まあ、しばらく毎日お昼の12時に配信していきます。まあ、配信されたね、動画、それぞれデータが出てるんですが、まあ、データを見ながら今後、ちょっと発信時間を移動する可能性はあります。しかし、今のところ12時に配信っていう予定です。まあ、変更といっても、まあ、今月いっぱい、もし、今月いっぱいというか、まあ、来月いっぱいぐらいは、まあ、4月いっぱいぐらいは12時に配信しようと、お昼の12時に配信しようと思っています。そんなわけで、ヒルビル法則、今日のアウトプット、明日もご覧ください。まあ、コネでした。バイバイ。またね。